あとは役職の先がいはなしぐらいかな。配送はチャットで配送って言って配送ボタンを押したときのみ配送、イエスを押してください。えー、その他の方は押さないでください,、はい。ルールは以上です。質問あればどうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあ楽しくやりましょう。始めます。役職をお選びください。選択しない場合。 余っている役職がランダムで振り分けられますあなたの役職は騎士です夜が更けました人狼に気をつけてください 明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。占い師です。4番さん、蘭白です。4番さんに蘭白をさせてます。把握お願いいたします。そうですね。占い師占い師の目線として。うん、岸さんは、うん、出たい時に出てくれればいいのかなと正直思ってます。 どうなんだろうなぁ。そこ賛否両論なんだけどなぁ。うん。まあ、村の目線村、村目線ね。うん。いいんじゃないですか。楽しく。って思ってます。僕はね。個人的にはね。うん。占い師としては、あの、えー、岸さん。 自分が出たい時に出てくださいっていうところだけ言っときます。以上です。2週目が終わります。1番のプレイヤーが発言しますはい、1番です。よろしくお願いします。自分、霊能者です。霊能者です。はい、聞いてますかって言ったところ。えっ、ー、と、じゃあ村のみんなに言っときます。俺を決め言ってください。お願いします。はい。俺目線。 色が見たいところをどんどん釣り位置に上げていく。ただそれだけのことをやっていく。うん。色が見たいっていうのは単純に発言矛盾してたりとか怪しいなと思う人のことね。釣り位置上げていくからって言ったところ。9番に関しては、逆に触れてない。そういう印象しかないね。で、ま今んとこ一人しか出てないから、どういうふうにワンメン動くのかわかんないって言ったところかな。そうね。 どういう風うな発言をして、どこに黒塗りしてくる、そういう狼を見つけていきたいかなという風うに思ってる。うん。そんな感じで、じゃあよろしくお願いします。2番にまいます。2>, 2番のプレイヤーが発言します。 おはようございます。2番です。私が死しんらないしね。ランダム7しろね。把握お願いします。まあ、K さん、対抗で陣がいたか、まあ、そこでローで出るのかって思うから、まあ、ちょっと分かんないかな。ロー、キョウ。うーん、まあ。陣形固まれば、K バーのどういう <laughs> ローなのか、キなのか、まあ、落とせるが、ね、現状ちょっとなんとも言えないかな。で、1番さんはまあね、えー、っと、グレーセーター真っ当で、対抗よりも指名があったら、別に僕は決め打ってもいいと思うし、村目線は別に飲めないやったらローラーでもいいし。 うん。ただ、一番さん頑張ってほしいかな。ただ、一番さん、九番さんは役に触れてない。九番さんはめて、せめて、騎士には触れてたけどね。<laughs> 一番さん、ちょっとそこでシーン決めるはちょっと危ういかなと思ってるから、まあ、一番さん、二周目頑張ってって感じかな。で、騎士は、あの、普通に潜伏してもらって構わないし、好きなタイミングでどうぞ。自分はシーン内で破綻はしないし、ただ、グレー詰める場合に釣り位置に上がった場合、内緒は片白で、えー、噛まれ懸念があったら出てほしいけど、まあ、騎士さん、自分の判断でどうぞってところかな。対抗例の、いる場合はもう、少しで出てください。以上。 3番のプレイヤーが発言しまますはい特に必要ありません9スタートで9が占い師いしで、4にしろと、1が霊能、ね、2が出てないって感じなんで、もしあの霊能が1人のままだったら、9があの強陣でね、適当に白打って出てきてる店かな、店の場合は、真なら真ではそのままですけど、霊能が2人だったら、9が狼も多分に考えますけど、霊能が2人出たときの方が、9の芯命は高くなるかなっていうぐらいですかね。 狼、ね、で9が出てきたっていうのは考えにくくなるあの。薄くなるから、どっちかって言ってね。中の、後ろの狼が出るのがいいんじゃないかなってあるんでね、若干。後ろの狼が出ることにしたら、あの、後ろっていうのは並んでる順でね、発言順の後の方。あの、強靭に白打ってもらえるっていう、その強い形が作れるんでね。そっちを狙いたいと思う、思うと思ってるんでね、狼は。はい。なら、霊能がね、もう一人出るかどうかと、あと9の部屋村だった部屋村でまたそれでも関係ないんですけど、ね、3人になったらもう霊能出てるから、騎士がリーチ、もう言う必要ないか。 役が決まってからいろいろ考えます。2についての印象も別にないです。普通です。4番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。えっと、占い把握しました。えっと、霊能はね、絶対釣りきります。安定、安定進行しかない。うん。申し訳ないけど、決め打たない。最短 PP になるから、絶対やんない。うん。であと、3の印象は特にありませんね。全く。うん。 特にない。で、えー、っとね、占いもどっちもフラットですね、今のところ。うん。わかりません。話すことないんだよな、本当に。盤面固まるまで。うん。何話してほしいですかね、皆さん。一日目って。うん、だらだら話すのあんま苦手なんで、ちょっと回しますね。5番のプレイヤーが発言します。 はい、おはようございます。私が真の霊能者です。えっと、まあ、1番さん対抗で出てますけど、私、狂人で見てます。で、占いは真路で出ていると思ってます。うーん、どうなんだろう。9番さんは、えっと、霊能のことに全く触れないで、騎士のことしか触れていなかった。で、2番さんっていうのも、なんか9番さんのなんか用語みたいな感じで、騎士に触れてたよって言って、 なんだろう。1番さんに、えっ、ー、と、占い師、決め打ちするのはまだ早いんじゃないとかって言っていて、なんかあんまり2人とも、うん、心っぽくないですね。3番さんは色落ちなし。4番さんは、うん、まだわからないけど発言はまあ一番伸びてたかなと思っていますね。まあ私、対抗1番さん釣ってほしいです。はい、お願いします。6番。 のプレイヤーが発言しますああ、う h 5はロラすればいいから、ああもうこの辺で終わりにして、えー、そうですね。例、え、のー、が神居だとすれば、9人が狼なのかな、うん。ああ、そうですね。SG1 をするゲームじゃないのでね。白狼っていうのがいますからね、狼がね、うん。あとね、白凶っていうのもいるからね。分、うん、かんないからね。凶人が誰なのか、俺には。俺は凡人だからね。 できればいいんじゃないでしょうか、霊能は。そうですね。3番さんはなんか新行論を語ってるなっていう感じで。4番さんはなんかわかんないっていうイメージですね。あかんないわ、ね、かんない。<laughs> っていうイメージだったんで、もう色が落とせない。<laughs> 本当にびっくり。<laughs> 1周目だとね、白狼って感じはしないけど、あの一般的には SG っていう感じなんだろうけど。<laughs> まあ今日はつられ、グレーサはないわけだからね。グレーっていうかあの、普通に霊能になるからね。 うんまあ、ちょっともう一回聞きます。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。え、6番さん気にならなかったの俺、5番さん、俺、霊能精査するつもりなかったんだけど、ローラーすればいいと思ってるから、でも5番さんの発言気になったのが、4番さんが伸びてたって、意外だろたと思うんだけど、4番さん何が伸びてたの<ー>雑すぎない。何にも発言してない。<laughs> もう5番さんずりでいいと思います今日 で、3番さんが一番グレーの中では、まあ白いと思ったら、そのキウイヤの精査、盤面精査が、ま、まあ、しっかりしたってとこかな。うーん、まあただ別に、狼オオでも一番手で出て、新メトルっていうのはあるから、その精査が正しいとは言えないけどね。でも俺9番さんってなんか、騎士を出したがってる、なんだろうな、人害にしか見えなかったんだよな。うーん、騎士、騎士、騎士,騎士ずっと一点てて。 だから現状、2番さんの方が死んだと思っていて、例のだったら5番さんがミスだと思っている。で、グレーチャーと3番さんが一番白い。現状ね、以上。8番、のプレイヤーが発言しますちょっと待ってください。えーと、2番さんって占い師ですよね。3番さんで2出てないってよ言って何をしてるの何をしてるど、どういうこと さんまさんって把握漏れなんですかね ?2、占い師出てないって俺聞こえたんですけど。2は何も出てない。1、霊能者。9、占い師って。うーん。なんかおかしいや俺の勘違いなのこれ。勘違いが、勘違いだったら全ての考察が無駄になるんやけどな。うーん。で、一番気になったのは5番かなもう、7も言ってるけど。 5の2の殴りって結構太やと思ったんだけど、9の殴りは良かったと思うんですけど、今日は5から行きたいわ。なんか意味あがらん頭がパンクしそうだ。次回しますね。ちゃんと説明してください。1番さんでもいいから。以上。9番のプレイヤーが発言します。9番さん、ちゃんと考えよう。うん、うん、ちゃんと考えて。5番さんから行くんでしょう。うん、いいですよ。僕も5番さんから行こうかなと思ってます。うん なんでね、8番さんちゃんと考えようん。次、あの、あれですよ、6番さんが言うように、うん、SG 値上が,上がっちゃいますよ、本当に。はい。8番さん,、うん。時点で7番さん。白先なんだけどね。うん、って思ってます、うん。僕はね。うん。どうしましょう。あ、いいんじゃないですか。うん コばーさんからで。って僕は思ってます。以上です1番のプレイヤーが発言します。しますはい、1番です。よろしくお願いします。現状、9二精査だったら9の方が2攻めかなと思ってます。いうのは、9っていうのは占い師なのにラストウルフ探す気が全くないよね。51の精査、時間先すぎじゃないのっていうふうに思った。それは占い師目線じゃないんじゃないと思った。 うん。二番っていうのもちょっと俺、俺の印象操作があったけどね。あの、俺は別に Q を死んで決め打ってるわけじゃなくて、そこはおかしいよねっていうふうな殴りを入れただけ。別に Q を、Q の真面を追ってるわけじゃない。こういうところ良かったよねっていう話しかしてないのに。はい。現状、g をみんな言ってくれるなら5言ってください。で、俺が色見たらいいんですよ。どうせ白しか落ちないよ、こういう場合って。だから決め打てるなら、 えっと、3番さんが2番さんの把握漏れ、起こしてて、4番さんが全く触れてないよね。で、9がローだったら初日学校に全然あるなっていう風に思ってる。で、2番がローだったら、現状黒い、あの、グレイチで、あ怪しいなって思う人は見当たらないかな。現状ね。で、3番さんの把握漏れは把握漏れで、ただ単に痛いなという風に思ってる。2番さん占い師で、ね、7色出てるからね。 うん。そうね。まあ、とりあえず今日は5位ってください。そしたら、俺が色落として、例えば黒結果が落ちた場合、俺の仕事が終わるから、全然ローラーしてもらって結構です。はい。ミーでローラーされるなら全然構いません。ただ、俺が心霊能なんで、5番釣ってもらわないと、本当の色は落とせないと思ってください。はい、以上です。2>, 2番のプレイヤーが発言します。 はい、お願いします。はい。ナー5から行きます。5番さんは普通にもうみんなと対比おかしいから。うん。で、1番さんは新決めてほしいにロラー飲むってのはちょっとおかしいかな。別に5が黒結果落ちようが、白結果落ちようが、1番さんが芯だったら残ってほしいかな。普通に。うん。9って言った時に9黒結果が落ちた場合、それが、俺目線はもう決めよって強い盤面だからね。 で、9番さんに言うけど、7八 SG1 ですってけど、何がって感じかな。7番さんって普通に伸びてて、まあ、俺の片白先をいちいち触るのはあれ,かあれだけどさ。9番さんって5いくって言ってるけど、それ始まったの7番さんの位置です。1からですけどって言っときますか。うん。で、3番さんはもうちょっと申し訳ない。僕は 2, 2から7白出てるんで、それも含めてちょっと2週目頑張って精査お願いします。 うん。<laughs> で、9が囲ってる4だけど、<laughs> 伸びない残念村かったなと思うけど、まあ、クロスするかは置かないし、らなか現状言わないけど、うん、4番さんは村だったら頑張ってほしいかな。うん、うん。あと、8番さんに関しては、その3番さんの把握もだから僕の考察が全て無駄っていうけど、何が無駄なのかよくわからなかったかな。うん 3を疑っているからっていう視点なのかな、うん、ぐらいかなちょっとごめん。368、グレーだけど。うーんって感じかなちょっと発言、村だったら頑張って伸ばしてほしいかな裏い位置に走ってほしくないかな俺は黒いとこ占いたいしところ。はい、今日はこれいきます。以上。3番のプレイヤーが発言します。 はい。ね、占い2の0の2だったんですか ?2 が占い師で出てることを把握してなかったですね。で、ももし、まあ他の人も把握してなかった人もいたんじゃないですか僕に指摘しないってことは。うん。で8番とかは、もし僕が白漏れしてるんじゃないかと思うんだったら、2番がどこに白出してるかをちょっと言うてくれたらありがたかったんですけどね。僕は2番が、2番自身が僕、片白先がどの子の言うまで、2番がどこに白出したのか分かりませんでしたね。うん。 まあ僕が悪いんですけど、まあ今日はあの、例のから行って、あの例の終わった後、占い結果をね、えっ、ー、と、2と9から3回ずつ聞いてゲーム進めるっていう感じになるんかなと思いますけどね。はい。えっ、ー、と、どこが怪しいかなって言われても、なら僕の考え方でいくと、えっ、ー、と、 占い師は狼と。で、狼が、まあ、Q、が狼でトップバレッターで出た、出る可能性もあるんじゃないかっていうのを奈良が言ってたのかな。まあ、それもあり,あります、あるんで、それはあれなんで、まあ、それはそうですけども、まあ、僕のあれとしては若干、ちょっとの差で、発言とか中身考えずに、もう場面だけで、若干9の方が、あの、えっと、狼目はないかなと。うん、で、またね、あの、5と1でから黒が出たら、またもう一回考え直しになるんでね、黒が出たらって、黒が出たから黒を信じるわけじゃないですけども。はい。まあ、あの、じゃあ、今日はね、どっちの面んで5からいきます。 4番のプレイヤーが発言します。はい、めっちゃ笑った。3番さ、座ったのにいきなり立ち始めてさ、追加になったから、めっちゃ爆笑した。えっとね、えっと、特に言うことないんだよな。うん、村に、村に、村の人たちに、えっと、1個言いたいのは、3日目の朝、占い決め打ちします。うん。まあ、狼、ほぼ勝てないと思うよ。占い星さ、 になると思うから、まあ、勝てないと思うよ。うん。まあ、頑張ってるぐらいしか言えない。うん。とりあえず、51は絶対ローラ。うん。完成する。だから、占い、めっちゃ大変だと思うよ。どうすんだろうね。占いの人、偽、偽物の人。これ。うん。まあ、今、沼ってるけど、3日目の朝、ちゃんと考察落とすわ。うん。まあ、頑張ってください狼オオカミさん。 以上ですす5番のプレイヤーが発言しますはいえー、と私、なので本当につらないでほしいんですけどもえっ、ー、と7番さんから私叩きが始まったんですよね。でまあ、4あの位置でえっ、ー、とあの中ではね4番さんが一番伸びてたのでまあ、この中では一番4番さんが伸びていましたって言ったんですけれども、まあ、7番さん 私、2番さん、真だと思ってるので、7番さん、狂人戦もあるかなと思ってます。で、真の私を釣ろうとしてるのかなと思っていて、えっ、ー、と、1番さんっていうのは結構ね、生存意欲感じているので、ローもあると思ってます。なので、えっ、ー、と、1番さん釣ってください。私、残してください。7番さんが、真の私を分かったから、私を釣りをしてるんじゃないかなと思って、7番,7番さんは狂人で見てます。 で、2番さんがシンかなと思ってます。うん。まあ、そういう感じですね。まあ、グレーで怪しい人はちょっと8番さんかなと思ってます。うん。おいね。もうラストールーがわかんねえ。あいよもう2周 SG 的な感じは。3番はハーク漏れついての弁明だし、4番なんて、全、う、員、ん、頑張りますって言ってるに過ぎないからね。 どこをどう精査すればいいんだろう、3、4は。<laughs> 7が、まあ、7、8からその、例の精査してるような感じなんだけど、難しいね。俺から見て右の方が SC 的で、<laughs> その、まあ、左の7、8の方が、まあ、精査しようとはしている。でも、こういう時って7、8のどこかにいるのかもしんないしね。うーん、難しい。人老老とかで、あ、老老とかだったら嫌だね。 進路だったら嫌だねっていう感じですごいね分かりづらい試合です <laughs> 普通に強靭がまあ出てるとしてでラストウルフが4人の中にいるんだけど見えないですはいはい、えー、2周目の5番差の発言でまあちょっと新名どっちか分かんなくなったけど例のに関しては まあ、曲がんないはまれたら折らしたいと思ってる。今日は申し訳ないけど、5番さんから行かしてもらう。<laughs> で、えー、っと、精査に移るんだけど、俺、9番からの狼めを感じれなくて、でも2が死んだと思っていて、9ってど、なんだろうな、どっちでもいい感じするから、強人だと思ってて、9の白崎が4なんだけども、俺、グレイチで漆黒だと思うのが4番さんだとなんだよね。4番さんって人海固いと思っていて、 で、仮に9が狂人で4囲えてたら、1ってオカミにも出れるんだよね。狂人が出てることわかるから、例のにオカミが出るんだよね。だから、俺、9強の4黒で、51どっちか。まあ、一番の方がそうするとオオカミ高いから、じゃあ一番行こうかな、俺今日。うん。うん、9強人14ロールっていうのも若干あると思ってるから。 4の陣外が硬いんだよね。で、9が狂人っぽいんだよね。狼目がない、あんまり。うん、全然精査しないしね。狼だったらもっと芯取ろうとすると思うから、やっぱ9って狂人だと思うんだよね。で、2は芯で。うん。そうすると、1、5だと1の方が狼っぽいんだよね。5は決め打ってくれって一言も言ってないからね。ロラうん。ごめん。じゃあ申し訳ないけど、一番下がりがしまらうわ。 4がちょっと黒くて9が強人っぽいことから1番さんいかしてもらうね。1号の単体セ査じゃなくて94のセ査で1番さんいかしてもらうわ。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、えー、7番さん。うん、ちょっとな。一周目に比べてちょっと怪しいな。5番、それで7番さん強人で置いてるんですよね。で、1番さん黒で置いてるんですよね。なら2系の打ち分けどうなるんですかね。1番と1番つながるラインって。 そこちゃんと述べてほしかったな。で、最後、俺が黒い。理由はって思ったけどね。うーん、一番視点側の俺6だと思うんだけど、うん。俺もどう精査すればいいかわからんわ。2番座に答えますけど、何が無駄になったっていうのは、さんまさんが把握漏れしていて、それに印象ないとか印象いいってやってるんね、さんまさんに関して。めちゃくちゃ印象悪いでしょ、把握漏れって。それに指摘したの,したのって俺が一番最初なんですよ。 それでも俺がグレー1なんですかね。俺、めっちゃ白いと思うんですけど、2番さん目線って。うーん、その考察落とせんのかなって思うけど。まあ、ごめんけど、2級やったら9番さんの方が圧倒的に黒いわ。まあ、スキル差もあると思うんですけど、まあ、そこもちゃんと考慮するんで頑張ってほしいかな。9人に関しては。現状、グレーで怪しいと思うのが、うん、 まあ3番さん、ハークモリやから、そこは黒く見ないけど、7番さんちょ、ちょっと急に視点が合わなくなったかな。うん、うん4番さんも全然色をとさんしう、わかんねえわ。7か4に俺はいると思うよ、ラストルーフ。で、俺は5が強人やと思う。1番さんは頼りがいのあるけど、頼りがいあるけど、まあローラするんで、今日<え>。打ちたければ打てばいい。グダグダ言わずにな。 5番のプレイヤーが発言しますえっとそうだな投票は、えっと、私に入れてるのか、81248181246番さんなんで3番さんに入れたんだろうちょっと6番さん 2週目の7番さんっていうのからは、えー、とちょっと興味は感じなかったし、えー、と8番さんも確かに、えー、と片城に人狼がいるんじゃないかっていうのはね、ちょっと私も感じましたね。ただどうなんだろう、1番さん、ちょっと興味は感じないんですよね。生存意欲がかんあの高いので、1番さん、人狼なんじゃないかなと思っている。 うん、ただまあ、出方的にはね、狂人の方が濃厚なんですけどね。うんただ、9番さん偽で見ると、9番さんがどうしても狂人っぽいんですよね。で、2が神っぽいので、まあ、1言ってください。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番ですよ。ろしくお願いします。5番さんにまず言っとくけど、9番さん狂人で見てるなら、俺は狼になるはずなんだけど。じゃあ、俺が狼なら、 自釣り、民意で自釣りされるの飲めるよっていう言葉は出てくるのかなそこ村のみんなちゃんと精査してる。ちゃんと聞いてたっていうか。うん。5番先端にニュのは、占い師に狂人がいるっていう目線を追ってるけど、俺は逆に占い師を普通に進路で出てるんじゃないかなっていうふうに思うじゃないと、こういう発言はできないと思う。で、47、片城に狼がいる。その線は全然俺も追ってると思う。 っってるるかかららななどちのにと思う現状368一番白いの8番で3番の印象もあの把握もれ、ね、触れてたし結局5番以外飲めないからね5番釣って俺がおもし仮に俺が釣られて黒なんて落とされたらめっちゃ濁るからねマジで先言っとくわ以上全プレイヤーの発言が終了しましたこれから投票に移ります 投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、5番、5番の遺言を発表してください。えはい、私、本当にシーンなので、1番さん絶対釣ってくださいね。で、1番さん、全然6番さんに触れてないけれども、6番さんの投票を3番さんにしてるのおかしくないですかそこ、全く触れないけれども。 どうなんだろう ?16669 強人とかあるのかなまあ、そういう感じはちょっと6番さんで、うん、あまり気になったことはしないと思うんだけれどもな 2>。2が噛まれた場合、残さないでください。7が8は噛まれる。2オオカミなら俺を噛む人に噛みます。はい、以上です。夜が吹けました。 村のためにも、しょうがねえ。俺はどこかで9が神内の予感はしてるが、神が圧倒的に新命がない場合に、9がもし狼ならば2を噛んでくるはず。なあ、なんか8だと思うよ噛まれんのは普通に考えて。一応、万が一の保険をかけて、グ、うん、ッチョブは起こしたいが、保険、あくまでも2が神だった場合に村がもう終わるから。ああ 夜が明けました。昨夜は 2>, 2番だろ、これもうインポートで噛んでんじゃんでもまあ、結果は残せた。<laughs> 村見せんで結果は残せた。で、6白ですか ?9 番。二番がでんでかまるね。やっぱり占い師は2番さんの方が死かな 2番さんが2だった場合って、ここ4に黒を打てばいいだけだと思ってるから、2が真はほぼほぼ確定だと思ってる。で、4が黒は守ったよ。9はやっぱり大きいかな。微心だったらいいんだけど。微心、ね、だったらいいんだけどよ。嫌な予感しかしない。夏なら360度変わってしまうと考えが全く変わらないからです。4はないんでしょう。とは思ってたけど。えー、そうだな。 7が何で噛まれてねえんだろうなっていう。ああ。な,日な点もあるけど。5万3は、なんだろう、6番をローで追ったのが安直すぎるから、もうあそこすごい偽に感じた。遺言ね。まあ、いいっすよ。じゃあ、1万3、人外でも頑張ってるし、決め打ってもいいっすよ。負けてもいいや、それで。人外だったらね。1万3、決め打ちますかじゃあ、グレーいきます今日。2番噛まれてねえおかしくねこんな新名があるくないしが。 ダメだろ、ね。グレーだったら、行きたいのは、占いだったら9番もちろん9番。で、グレーだったら行きたいのは、あ3か8だけど、俺8の方が行きたいかな。8、昨日のオの精査が分かんないって意味が分かんないし、最後8黒いなった一言も言ってないからそこは熱造だし、昨日の精査で9の強靭目が感じれたから9、9強で置いた時に生存力高い1番がオオカミなんじゃないかっていう精査は別に普通だと思ってるから、そこで殴るのおかしいと思ったから、グレーなら8番。8番。 のプレイヤーが発言します最後に8が黒いんじゃないかって言ったのを僕に指摘している7番さんが熱動ですね。僕は5番さんに対して言ってますよ、8が黒いって最後に言ったのは。また把握終わりですか。多いですね。普通に一撃滅の危険行為だと思うんで、でも俺1番さんの方が圧倒的に死んだと思うけどね。5番さん視点ブレブレすぎるんだよね。 7を狂人で置いて、1をローで置いてみたりね。うん。とてもじゃないけど、芯追えないかな。なんで97占わなかったのしかも6白だしね。噛まれてる以上。しがみはないし。そう考えたら、俺は6番と1番視点が合うって言ったら、俺はめっちゃ白くなると思う。また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 さらに白くなると思うんですけどね。 はい。ここは絶対白圧迫させた方が強かったわ。2、二番目にやし。ほいでなんで記事が出んのかもさっぱりわからんし。7から一言も出んしな。普通に1から行こうかな、俺は。どうしよう。俺はもう9番偽で決めあ2、2番さん真で決め打ちたいんだけど、これ。2番さん真で決め打った場合、もう7番さん白やから、もう。 なんで終わりに行きたいんかなまあいいや。進路、進路7な今日あるうん。あ、待って、1のグラ結果ごめんなさい。例の結果みたないです。今日は一ごめんなさい。1番ん行きたいです。9番のプレイヤーが発言します。うん。まあ1番ん行こう。うん。もちろんそうですよ。で、相方なんですか うん、どうしようって正直思ってる。7、8、どっち、どっちから今の段階でね。どっちかなって思ってます、うん。正直ね。どうしようどうしたらいい、うん、って感じです。わかりません、正直。めちゃめちゃ考察伸びてるんでね。うんと どうしたらいいかな。うわ、本当にわかりません,、うん。っていうところが本音です。ただでもき、決めなくちゃいけないからね。うん、正直、でも、安定で一番さんうん今回はね、うん、釣っていいんじゃないのかなって正直思ってます。僕はね、個人的には、うん。かな。以上です。1番のプ, 1> のプレイヤーが発言します。 はい、一番です。よろしくお願いしますって言ったところで、現状やっぱ92000名硬いかなと思ってる。でも、ミーで、ミーでよ、俺を釣るのは全然わかる。ただ、俺を死んで決め打ってくれるなら、9、9番釣って色見たいっていうのがすごい率直な意味で、その方が情報を出せる。で、騎士いるなら潜伏しててもいいよ。潜伏しててもいいけど、俺絶対守って。9を釣った場合って、 9のがもし仮に黒だった場合って黒結果落とさないと俺を噛んでくるはずなんだよ。まあ9が黒か分かんないけどね。9で白落ちるかも分かんないけど、結果を落とさせないために俺噛んでくると思うから絶対俺守って。9行くならね。はい。9っていうのは7、8を どっちかって言ってるけど、じゃああなた、あなた目線7占いばすっきりしたんじゃないの ?6 なんで別に占い位置でもなかったでしょっていう話。いやあなた目線3番はどう映ってんの初週からあの、把握漏れしてたけど、もうそこで9の真なんてほぼほぼ切れると思ったけどね。どういう目線を持って占い師やってんのかなっていうふうに。残念な占い師でっていう可能性も少なからずあるけど、そういう目線を持ってる占い師は村に利益を戻らさないと思ってるよ。 9, 9つって色結果落としてその後俺釣られるのは全然いいよ PP なんてね懸念しなくていい俺死んだからっていうところまで考察残しておくはい今日91のランにしてもらえると助かるかなはい以上 2>, 2番のプレイヤーが発言しますはいお願いします、まあ、ちょょっと村目線きす、ね、もうもうしょうがなないけど、まあ、4 まあ白で角白なんで村目線すっきりだからそれは結果良かったかなと思ってるうん,うん正直うんどうしよっかな岸はもう出てほしいかな俺目線はねで俺全然9行ってもらっていいし1決め打ってもいいと思ってるただ9黒1落とした場合はだいぶ強いと思うけど強いと思うけどてかまあ9ただこれ 9のシーンをほぼみんな切ってるから、普通に9、日あるかなと思って、例の進路もワンチャンあるかなと思ってるんだよね。まあ、9と9とラインを切ってる可能性もあるけど、9とラインを切ることによって、俺の占い位置に入らない行為をしてる、えー、グレーがいると思ってるか、正直、8さんから騎士でいてくれたら、もうだいぶ自分目線がすっきりで助かるんだが、5白。あ,あ、ごめんごめん5白ね。5白はそうそう、申し訳ない。5白だった場合は1ロもあるけど、1ロシーン決めてといいと思って。 でも9、9路だったらかなりで人外さんは大丈夫ですか。<laughs> ここまで行って出ない場合、6神っていうのは6の騎士もあるかなと思ってるか。ただ、俺の懸念っていうのは、9っつって1が人外で、なおかつ俺に髪が入った場合っていうのは村目線きついかなと思ってるか。<laughs> でも正直、8三精査ついてないから、正直9行ってもらっていいと思ってる。 1>, 1の結果を見たいかな。以上。3番のプレイヤーが発言しますはいあの。1は対抗で陣害連れてるかのと、2は9がもう陣害確定してるから9からいくっていうのもあると思う。僕もあの2はね、ほぼ新目線なんですけど、あのもしかしたら、あのえー、と1、2が陣害だった場合、9つると負けるから、今日は1番っていう。例のって僕は1番は番 怪しいっていうのはあったんで、まあ、どっちでもいいんですけど、良かったんですけど、一応、その7番の話聞いて、1、狼があるんだったら1かなと思ったんで、一から行ったんですけど。で、昨日はあの、表がバーッと5に傾きましたけど、あれ、釣れなかったら困るから5に傾いただけで、1も狼あるぞと思って入れた人いるんじゃないですかうん。で、僕があの、9、あのね、九の言うてるあれで言うと、僕を占ってないのに7、8かなって言うてるんですよ。でも僕村なんでね。うん、9が、自分が、えっ、ー、と、狼で、 えっと、そういう、僕を道連れにしようとしようするような、高等なテクニック使ってるとは思えないから、うんあのー、9が強人、まあ、えっとね、九が強人だった場合は、9が強人だった場合は、1狼の8狼です、うんで。9が狼だった場合は、8狼の9狼で2神です、まああの。2が神前提の全部話ですけどね。で、1、5はどっちが神か分からないっていう。まあ、とにかく1、今日は1いきますで。僕目線ではもう、あの、あれ僕目線で8が必ず狼なんかな ?8 目線も、 3が必ず狼になってるんですかねまだわからないのか ?7 が隠しろじゃない人が1人いるから7があるのかあだから、えっと、二進目線だと8が必ず狼っていうのだけがあるだから9がね、だいぶにせくさいんですけど、とりあえず今日は1ですねあの、えっと、1、2人外だった場合負けちゃうから、1、2が9入れるのは好きにすればいいんじゃないですか、1枚入れます。4番のプレイヤーが発言します。 はい、あの自分、隠しろなんで、ちょっと一本指定させてください。今日1番、今日1番で、1番でお願いします、皆さん。盤面にごしたくない、1番でお願いします。で、あとね、9の6、占いか、ちょっと弱いな。いやー、6はないでしょうって思っちゃった。うん、まだ占いフラットで見てるけど、6はないでしょうってやっぱ思っちゃいましたね。うん、そう、占い先がちょっとな。 うん、で、騎士の話、もうしないでほしいな。もう俺以外いないじゃん。普通に考えて。もう噛まれるから言うわ。乗っ取りとか、なんないように。自分騎士です。今日一度お願いします。あ、はあ。明日占いを決め打ちでお願いしますね。以上です。 が終了しました追放されるプレイヤーは一番,番の遺言を書い、はい、ここまで圧倒的な新,新発言をしておいて釣られるのはなんか不服なんですけど四、うん、万騎士ならキューつって俺守って色見た方が圧倒的に村強かったんじゃないかなっていうふうな盤面だと思うんですけどはい釣、まあ、られるのは全然仕方ないと思ってますキュー1のランティスしたん俺なんで。 っていうところで、俺つらいとも別に、5番の人外、狂人は釣れてるんで、狂人戦は別に追わなくていい。先言っとく、狂人戦追わなくていい。で、安定志向で俺釣るって言ったやつ、普通に人外だと思ってるけどな。俺が仮に、進路進路をやってるとするよ。じゃ、あ9番1本で釣り押すっていうのは、なかなかにリスキーな行動だと思うけどな。 じゃあ、21ロールを全、あなた目線、あの、村目線追うんですかっていう話。切の芯がない状態で21ロールを追うんですかそんな深読みして、また村破滅に追い込むんですかって言ったところ。はい。現状、安定思考、安定思考って言って、思考放棄してるのは、さ3なんですよね。ここでラインが見えてない村人は、初心者村からやり直した方がいいと思うんですけどね。はい。 現在、8番は、かなり村目に置いてるけど、最後の発言ちょっと黒くなってるなっていうふうには思ってたけどね。まあ、占い精査はね、任せるよ。俺もう、狂人は連れてるから、俺、ローダされるのは全然の、以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。 九、残念な死んだ場合には、悪手だったね、息釣りは。二が死んだらいいん。アアあ,あ、よかった。よかったよ、これで。よかったよ。プレイヤーが発言します。よかったよ、これで。はい。えー、よっと。もう、九三なんだろうけど。えー、一応、まずはつけるならに。今日は九いって。よかったよ。二番守ってよかったよ。ここまでいって。えー、っと、ピピのラインを取って。よかったよ。九は僕は偽だと思ってますけど。でもね。 九、うん、が狼でも死にがなかったから。九が巨人でも死にがなかったかで、2が死んだと思ってるから、でも2が死んだと7四白。2が死んだと7四白で、やっぱり僕目線では8狼ですかね。九2が死んであればね。で、9が死んだった場合が、えー、っと、9が死んだと、えー、っと、9が死んだと7狼の、9が死んだと7狼で8白。 うん、9が死んだと7狼二が死2がだと僕目線で8狼うん。で、もしかして9が、9が九が狼だろうが、狂人だろうが、今日は絶対終わらないですかね。はい、9, 9いきます。はい、で、えっと、僕は、えっと、2の方が心が高いという感じになって思ってるんで、うんとえー、8が8、えは八が八か8、か八一狼九9、巨人。7も確かにあるんだけどね、かね 2>, 2を買うことによってね。 でその後の表はかまれての、ね、僕の話で聞いてもあの2と 2> 9の新面、ね、の,のバランスが変わらない限りはそのまま8いきますね七もあり得るよ、ね、変わらないですね多分 2>, 怖いねこれ2が新だと思って、えー、と2が4と7に白出してるから、えー、8が狼カミでは9で終わらなければ9で終わるはずがないんですけどあの1が一が狼じゃない限り4番のプレイヤーが発言します やられたマジかまあとりあえず今日は9いきますけどいやーいやーマジかいや7黒も全然あるんですよん普通じゃないですけど漂白でやられたわわかんねえぞこれいや7八さんもう最終日ちゃんと発言してください。 一人黒い位置上げてください。ちゃんと、今日は九で。まあ、三話話しちゃったから、七八はラストウルフ誰か教えて。言ってください。今日は九するから、九の話はいりません。マジか。お願いします。七番。のプレイヤーが発言します。まず4、四番さん七黒を追うんだったら、俺の昨日の発言しっかり聞いて、発言してほしかった。んだけど ちゃんと発言して、狼一1個上げてて、俺、昨日8番さん上げてるからね。うん。で、あと、村に一つ言いたいのは、昨日、2号どっちが進化、2級どっちが進化、あのどっちが進化、2級どっちが進化っていうのを点秤にかけた時に、なぜ1番さん投票してるんですか理解できないんですけど、普通に。2級で2番さんの方が信念の高いのも分かってるんですから、9番さん投票すればいいんじゃないですかそれで1番が9番の色を見るのが一番盤面すっきりするんじゃないですかあそこで1番さん投票する意味が分かんないです。 で、えー、38精査したときに、うーん、やっぱ現状、思考ロックはしてないが、8万さんのが黒いと思ってる、えー。理由っていうのは、昨日の俺が騎士を出さなかったのが、えー、黒いっていうのは、本当に雑なぐりだと思ってる。むしろ8万んっていうのは、えー、22の盤面で、6万んが昨日、えー、1日目の投票結果、見てください。えー、3万んにできるんですね。6万んっていうのは。えー、これ単純に、22盤面で、 6番さんが強人の確率が薄い中で3番さんに投票するっていうのは、えー、騎士の確率高いと思うんですね。狼に噛まれないために。自分が愛で SC になるために、そこも考慮しないでその騎士を出さないっていう殴りっていうのは、単純に、だろう、頭が回っていないのか、雑殴りどっちかだと思っています。普通に6、6番さん騎士だと思いますよ、僕は。4番さんあんまりね。そこまで考慮できないのかなって話。えー、そこで殴ってきて、ずっと俺が、俺を陣下で終わせたがってる8番さんはやっぱり黒いと思ってるかな。うん。 だ3番さんも2位死んならあそこ9投票でいいと思うけどね。まあいいや。7番さんさっきから何言ってんのかわからんわ。別に俺その理由で7番さん黒塗りしてないからね。俺のこと熱造してきたから黒いって言ってるんですよ。えー、騎士出さす進行って、俺ダメなんかなうん、普通に。っていうかもう、 何の黒は俺100%ないと思うんだけどな。これですり寄ってるって思われるんかな。普通に考えて。まあ、仮にね。27ロールをやっとしますよ。27ロールや,27ロールをやったら圧倒的に2番さんがシーンみんな、みんなから取れ、取ってるんですよね。なのに地上見するわけないと思うんで2はもう完全に芯やと思うんで。ラストルは3番でしょ。 9、うん、番さんつって、どうせ髪無しにして。で、7番さんが思考ロックしてるから俺に入れるんかな。うーん、俺ってさ、あの、もう一回じゃあ俺の素人説明しますよ。3番さん、把握漏れしてますよ。あの、1日目の時点で。そこに初めて指摘したのは俺なんですよね。で、7番さんって1番さんをンで置いてるんですよね。1番さん、僕のこと、村目で置いてくれてるんですよ。それなのにまだ僕を釣りたいんですか うーん。まあ、今日は9番さん行きましょう。何なんなら黒はないと思うんで、明日はさ番さん釣ります。さんまさんのクラスは明日説明します。以上です。俺釣ったら終わります。9番行きましょう。9番のプレイヤーが発言します。結局俺かよ。結局俺かよ。うん。まあ、いいですよ。うん。 これで、む、む、うん、むらりがあるのであればね、全然オッケーですよ。ただ、絶対みんな間違えんなよ。本当に。これだけ強く言っておくわ。うん。絶対間違えんなよ。マジで。ごめん。ちょっと汚い言葉吐くかもしれないけど、お前ら絶対間違えんなよ。これだけ強く言っておくわ。うん。僕も、うん。自投票する。で、いいでしょう。うん。で、 絶対間違えんないよこれだけ言ってくぞ。以上です。ごめんね。暴言吐いて。以上です。 投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番9番の遺言を発表してください。そうですね。まあ、遺言を発表してください。はい、村のためになるのであれば、うん、全然 OK です。はい。っていうところかな。まあもう本当に話すこと何もありません。本当に、うん、絶対勝ったよっていうか汚い言葉もう,もう一度使っちゃうかもしれないけどお前ら絶対勝てよ。 大丈夫か大丈夫かちゃんと考察しろよ。ごめんなさい。汚い言葉使って。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。 夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。えー、はい。まず8番さんに返すと何言ってるかわかんないって言うけど、説明してあげるよ。じゃあ6だから22番面で6番さんが3番さんに投票するメリットって何ですか？って話強靭アピールに見えるのだったら新郎新郎になるんだよ。22番面 だ6番さん、オオカミに噛まれない SG1 になるために、えー、騎士で3番さん投票したっていう理屈が分かんなければもう分かんないでいいです。で、ずっと熱動熱動ってすごく言われてるけども、あなた、俺のこと叩いたときに、えー、最後に8黒いって言ったからってちゃんと言いましたよ。5番さんが8黒いって言ってみましたかね。もし言ってたんなら、俺の、えー、聞,きも聞き漏らしですよね。でも、俺はしっかりそう聞こえたんで、最後に8黒いって言ったしって、多分言ったと思いますよ、8番さん。 えー、そうだな。言いたいことそんぐらいなんだよな。あでも、8番そこで俺のこと黒塗りしてなかったらまあ若干白かったけど。あー3、8ね。俺の言ってる意味がわかんないのがおかしいと思うんだよな。普通に2、2番目で6番が3番投票で6の棋士かなり高いでしょって。そこで棋士出させないから黒、あ黒塗りもなんか熱造って言ってきたけどさ。 騎士出させないのもどうかと思うな、人河に見えるなって、2が死んでも7は強人かなって言ってましたかね、8番さん。熱造どっちですかって話なんだよな。うん。うん。ほんと、それだけ言い,たか言いたかったことは。まあ、3番さんも3番さんでな、2が死んだ、2が死んだと思うなあそこ急投票でよかったと思うけどな、2日目。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。いや 申し訳ない。俺のスケール不足かわからんけど、終わったらもう一回説明してほしいっすかね。えー、あなた6の騎士分かってたんですかねおそれすごいと思うわ。うん。褒めるよ。7番さんすごいプレイヤーだと思うわ。うん、で、あの、五番さん、5番さんが僕に対して8番黒いって言ったから、それは5番さんが、 何の理由もなしに俺黒いって言ったから5番さん釣りたいって言ったんですけどね。そこであの時点で7番さん黒いなんか一言も言ってないけどな。1日目だったっけそれ。うん。なんか勘違いしてらっしゃるけど。俺は安定進行で1番さん釣りましたよ。あんだけ1が生存意欲あったから、5名もあるんかなって思った。5番さんの方が2戦目高いと思ったけど、これは保険ですよ。 仮に1が偽世で9が偽世あったとしても、それはそれで場面に濁るだけやから、普通に位置するのがいいと思うんですけどね、俺は。まあ、人それぞれプレイスタイルがあるんで、まあ、それは言いませんけど、とにかくね。さんまさん、釣ってください。2なろで遊ばれてるんやったらもういいです。さんまさん、黒確定なんでお願いしますね。僕、把握盛りは黒く見ないって言ったんですけど、この場面においては把握盛りを黒く見るしかないですからね。はい。 以上っす。俺は死んで決めてください。お願いします。気をきいてよ3番さんに。3番のプレイヤーが発言しますはいあの、8番はね、あの9が芯の時に27しかないって言ってるのが、ちょっと、まそま、間違いなんです、もしくは僕目線では、ま、僕はもうあの2が芯だと思ってるんで、8オオカミいう感じになるんですけど、まあ、8がそれ言うんであれば、えー、っと、 9が死んのときは、27じゃなくて、17の方が高くなる,なるっていう、17狼の29強人で、うんとえーと、2の方が圧倒的死んだから、えー、と2勘で,で見たものの,あの、9からね、黒打たれて、7番が、えそっち死んだったのっ、まあ、?9 が強人で、そのまま7に黒打ってる可能性もあるんですけど、そ,それを言わないかと、あの8は、えー、と9が死んだら27狼、27はないだろうって。いや、そ,そうじゃないですよね。27じゃなくて17っていう。で、あと、7番に言われてた、えっ、ー、と、 えっと、1から行かないとっていうのは、17があるんだから、で、4番、4番の確定しろあっても教授マンの人が1からって言ってるのに、7番は、えっ、ー、と、9から行ってますよね。で、17狼だったら十分、そ,その、それで、あれっていう感じのとこにもなってるから、でもまあ、僕は、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、2が死んだと思ってますね。で、8番は、その7が、えー、17狼だっていうことを言うのを思いつかなかった狼なのか、もう諦めて7じゃなくて、3を的にしていくぞっていう、そっちで来てる狼だと思ってますけどね。 うん、で僕は、えー、と2が死んで,で8が狼オ9も狼だと思うんですけど、ね、自分投票してますけど、自分投票してて、狂人っぽく見せようとしなるかなと思ってやっちゃったか、まあ、もしくはもし9が狂人であれば、2九狂人だから、1が狼ってことになるのかな。でもそれだと1がなそ,それもあるな。うん、その場合は、えー、18オオカ狼、9教人、もしくは8九狼八、うん、入れ8ます。4番のプレイヤーが発言します。<laughs> いやー。 いやー、ごめん、超沼ってるわ。いやまず黒要素一人一人あげますね。自分目線で。まず7番さんに関しては、えっ、ー、と、初日囲いがあるみたいなこと言って、まあ、えっ、ー、と、9が真だった場合に、えっ、ー、と、占い位置うまく外れてんですよ。うまくね。あそこがちょっと黒要素。個人的な意見だと。うん。っていうところね、9がだって2日目、まあ、真だったら、まあ、黒出してるっていうところで、 本当だったら、まあ、うまくやれば、えー、っと、クロス占いで、えー、っと、白白が二人できてたところ、まあ、黒っていうかもしんないし、っていうところね、まあ、の方が圧倒的に攻めだから漂白は負わないで、で、3番さんに関しては、えー、っと、まあ、把握漏れはちょっと怪しいけど、そこだけなんだよね。で、8番さんの考察も別にありっちゃありなんだよね。まあ、7は釣らない。8さん、3。 うぅ、うーそう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 。問題、ね、騎士ね、6番。騎士6番だよ。うん。6番。騎士6番です。7番さんの言う通り6番。いやー、これむずうん。俺は、ごめんね。外したらごめんなさい。1番さん、真だったらマジごめん。8いく。 三番のプレイヤーが発言します。はい、え七番がね、これ狼だったら八いくって言ってる四と合わせてえっと八出てからも七が白だから八が狼確定です。えっと八言ってもらうといいんですけど、だからもう全部言ってますけどね。さっきだから八の発言も聞いてないからそのまま僕の発言は四の発言聞いた後もう一回言う話になるんですけど、八番は八九狼で。 八九狼で、えっ、ー、と、が出た。だから、もうに出てくださいか、最初の狼の時点で相談してたってことになるんですかね。八がオオ狼確定してますから。で、二が死んで、八九狼で、狂人が一か五まあ、おそらく五じゃないかなと思いますけどね。うん。狼の一号狂人。どっちかわかりませんけど、多分五が狂人。で、番は、えっ、ー、と、を敵に回すんじゃなくて、三を敵に回すっていう感じでもうずっとやってると。八目線の、えっ、ー、と、 7狼の狼だから、15の狼だったら1が狼ですけど、17オオカの日級強靭っていうのをなく考えてる狼、八8番ですよ。8番のプレイヤーが発言します。はい、あの4番さんに分かりやすく説明しますと、3番さんは紛れもない出言をしています。17ローローもあるんじゃないかって言ってますよね。2番さんシンですよね。あなた、2番さんシンで置いてるんですよ、ね。2番さんの白崎って、7番さんの4番さんですよ。 もうそこ盤面全然把握できてないですよね。初日も把握漏れが多々あり。はい。今日はも 100%3 番さんに行ってください。あの、僕の苦労なんてあるわけないんですよね。もう仮に1 7ローロやとしますよ。1 7ローロやとしても俺は9番さんシーンと終えません。なんで2 7ローロやとしても7番さんがとても遊んでるとは思いません。2番さんが圧倒的にシーン取れてたからね。 サンマーさんはでも2審で1 7ロー,ローとか言ってるんですよ。これは紛れもない失言です。はい。そこを把握してもらいたいかな。俺は2審って言ってるんで 1,、まあ、1> 7ロー,ローなんて言<あ><れ>うわけないじゃん。だろ。<上>無理だろ。まあ、本当に2が地上してたら、こんな投票でも遊んでっていうレベルになるわな。多分投票で3神だったんだろうかね、普通に考えて。まあ、遊んでたのかな、27が。それとも。 九八か九三。答えは、どっち。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。終わった。よし。村人陣営の勝利です。あぶね。あぶね。いや、七番良かった。